第13章2冷戦の終結と日本社会の変容冷戦から地域紛争へ1970年代半ばには米ソ関係は緊張緩和へと向かったデタントが1979年のソ連のアフガニスタン侵攻を機にアメリカはソ連との対決姿勢を鮮明にした 新冷戦アメリカのレーガン大統領は大軍拡を行う一方経済政策では企業活力を高める大幅減税規制緩和を実施したしかしアメリカは国内産業の空洞化や国家財政と国際収支の双子の赤字に苦しみ世界最大の債務国に転落した。 一方、ソ連も深刻な経済危機に見舞われ、1985年に登場したゴルバチョフは、国内体制の立て直し、ペレストロイカを試み、市場原理の導入、情報公開などを通じて、政治・社会の自由化を進めた。さらに、積極的な外交で対米関係の改善を図り、1987年には、 中距離核戦力 INF 全廃条約を締結し、翌年にはアフガニスタンからの撤兵を始めた。そして、1989年12月、マルタ島での両国首脳会談の結果、冷戦の終結が米ソ共同で宣言された。ソ連での自由化の動きに刺激され、東欧諸国は 次々に社会主義体制を放棄して東側陣営から,の東東側陣営から離脱した東欧革命冷戦の象徴であったベルリンの壁,壁は打ち壊され1990年に東西ドイツが統一を実現し1991年末にはソ連邦が解体したまた東アジアでもソ連と韓国1990年 中国と韓国1992年が国交を樹立し東西対決の構造が崩れた冷戦終結後の1991年初めクエートに侵攻したイラクに対してアメリカ軍を主力とする多国籍軍が国連議決を背景に武力制裁を加えた湾岸戦争日本は アメリカに国際貢献を迫られ、多国籍軍に多額の資金援助を行ったが、続発する地域紛争に、国連平和維持活動・ PKO で対応する動きが国際的に強まる中、1992年からカンボジアへの停戦監視要員などとして、自衛隊の海外派遣を開始した。また、2001年の アフガニスタン紛争に対してはテロ対策特別措置法を制定し海上自衛隊の艦船をインド洋に派遣して給油を行った2003年のイラク戦争に対してはイラク復興支援特別措置法を制定し人道支援に当たった55年体制の崩壊1989年平成元年 昭和天皇が亡くなり元号が平成と改められた頃から保守長期政権下での近権政治の実態が明らかになった同年竹下登内閣はリクルート事件の疑惑の中で退陣し後継の宇野宗介内閣も短命に終わった湾岸戦争への対応に苦しんだ海部都市内閣に変わる 宮沢喜一内閣の下では1992年平成4年に佐川急便事件翌年にはゼネコン汚職事件が明るみに出て政官会と大企業の癒着が国民の激しい非難を浴びた1993年平成5年6月に自由民主党は分裂し7月の衆議院議員総選挙で 過半数割れの大,大敗北を喫し宮沢内閣が退陣して共産党を除く非自民八党派の連立政権が日本維新の細川守弘を首相として発足した1955年昭和30年以来38年ぶりに政権が交代し55年体制は崩壊した。 従来の保守と革新の対立は曖昧となり不安定な連合政治の時代に突入した政治改革を唱える細川内閣は1994年平成6年衆議院に総選挙区比例代表並立制を導入する選挙制度改革を実施した同年これを継いだ畑務内閣が短命に終わると 自社両党が提携し、これに新党先駆けが加わり、社会党の村山富一委員長を主導とする政権が成立した社会党は安保、自衛隊や消費税を容認するなど、党の基本路線を大幅に変更した一方、新政党、公明党、民社党、日本新党などの野党側は、 1994年、平成6年に合同して、新進党を結成した。1996年、平成8年に村山富市内閣が退陣すると、自民党総裁の橋本龍太郎が連立政権を引き継いだ。橋本首相は、冷戦終結後の日米安保体制について、共同宣言を発表し、同年に実施された 新選挙制度による最初の総選挙では自民党が大幅に躍進して単独で政権を組織し社会民主党日本社会党より解消新党先駆けの両党は閣外協力の形で連立政権への参加を続けた橋本首相は1997年平成9年に 財政構造改革法を成立させて行財政改革の基本方針を定め消費税を3%から5%に引き上げたこの消費税の引き上げにアジア諸国の通貨金融危機が重なり景気は再び後退した橋本首相は1998年平成10年の参議院議員総選挙 参議院議員選挙敗北の責任を取って辞任し小渕恵三が内閣を組織した小渕内閣は大型予算を組んで景気回復に努める一方1999年平成11年初めに自由党同年7月には公明党の政権参加を取り付け衆参両院で安定多数を確保し新ガイドライン関連法 周辺自体安全保確保法など、いや国旗国家法を制定した。平成不況下の日本経済。1990年代に入ると、1980年代後半のバブル経済は一挙に崩壊した。1990年、平成2年の初めから株価が急激に下がり、1991年、平成3年には、 景気の後退が始まった1992年、平成4年を境に地価も下落に転じ、実質経済成長率は1.3%に落ち込み、1993年、平成5年には1%を割り込んだ。平成不況。平成不況の特徴は、株価や地価の暴落、資産デフレにあった。 バブル期に値上がりを見越して購入した株式や土地は不良資産となり、それを大量に抱え込んだ金融機関の経営が悪化して、金融逼迫が生じ、これが実体経済の不況に波及した。複合不況。企業は事業の整理や人員削減、海外展開などの大胆な経営の効率化、リストラを図ったが、大量の失業者が発生し、雇用不 雇用不安が増大したそのため消費が冷え込みかえって不況をなべ長引かせることになった当初政府と日本銀行はこれを通常の循環的な不況と見なし財政支出の拡大と低金利政策によって乗り越えようとしたが効果は上がらなかった金融機関に及ぼした影響は深刻で1995年平成7年頃から 住宅金融専門会社の破綻が続き、1997年、平成9年には、北海道拓殖銀行と山市証券が、1998年、平成10年には、日本債券信用銀行と、日本長期信用銀行が破綻した。経営破綻した大手金融機関には公的資、公的資金が投入されたが、 企業の倒産やリストラが相次ぎ、大量の失業者が発生した。企業の生産・投資活動は振るわず、個人消費の低迷がこれに追い打ちをかけた。消費者の間に低価格志向が強まり、ブランド品や高級品の売れ行きが激減した。さらに、円高が加わり、これまで日本経済を牽引してきた自動車や 電電、子、家電事務機器などの輸出主導量産志向の産業が内需の不振輸出競争力の低下という深刻な状況に追い込まれたまた1980年代にはエレクトロニクス新素材バイオテクノロジーなど新技術でアメリカに空白したが1990年代に入ると 日本の技術革新は低迷し、技術格差はむしろ拡大した。一方、情報通信技術が飛躍的に発達し、情報のネットワークが国境を越えて広がり、企業活動のボーダーレス化が進んだ。また、アメリカの圧力の下で、規制緩和と市場開放が進められ、日本企業もグローバルな競争に巻き込まれ、国際的な提携や合併など、 大規模な業界再編が行われつつある現代の諸課題1995年平成7年には阪神・淡路大震災やオウム真理教団による地下鉄サリン事件が起こったまた沖縄ではアメリカ軍兵士の女子小学生暴行事件,事件をきっかけにアメリカ軍基地の縮小を求める県民の運動が高揚した。 20世紀の日本は未曾有の災害や大事件に見舞われつつ幕を閉じた2001年平成13年4月小泉純一郎が構造改革を掲げて内閣を組織した小泉首相は小さな政府を目指す新自由主義的な政策を取り不良債権処理の抜本的な解決を掲げるとともに財政赤字の解消と景気の不要を目指して 大胆な民営化と規制緩和を進めた。その結果、失われた10年と呼ばれた不況期を脱したかに見えたが、福祉政策は後退し、所得格差、地域格差が広がった。小泉首相が2006年、平成18年に任期満了で辞任すると、内閣総理大臣は安倍晋三、福田康夫、麻生太郎と、 目まぐるしく変わり、世界経済に打撃を与えた大、大打撃を与えた、リーマンショックから、ほぼ1年後の2009年、平成21年8月に行われた、衆議院議員選挙では、民主党が自民党に圧勝し、鳩山幸夫が組閣して、民主党政権が誕生した。しかし、政権は安定せず、総理大臣を、 菅直人に変えて臨んだ2010年平成22年7月の参議院議員選挙で民主党は大敗した日本の人口は2005年平成17年には約1億2800万人であったが2045年には1億人を割りしかも少子高齢化が急速に進行するとされている少子高齢社会は 家族や地域社会の機能を縮小するばかりでなく、労働人口の減少によって経済成長を阻害し、税収や保険料が減少して、国民生活のセーフティネットともいえる社会保障制度にも深刻な影響を及ぼす。地球の温暖化や生態系の破壊など、環境破壊も深刻である。百九十七年、 平成9年にと京都で開催された気候変動枠組み条約締約国会議で京都議定書が採択され先進国の温室効果ガス排出削減目標が定められた2005 2015年平成27年の同会議におけるパリ協定では開発途上国も含む全ての国が温室効果ガス排出削減に向け努力することになった この間2000年平成12年には循環型社会形成推進基本法が施行され容器包装や家電などのリサイクルが法制化されたなお原子力は温室効果の影響が少なく大量のエネルギーを供給することができるが一方では1995年平成7年の高速増殖炉モンジュの事故や1999年 平成11年の東海村、茨城県の臨海事故、2011年、平成23年、3月11日の東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所の事故などによって、原子力発電の安全性に対する信頼が,ゆ信頼が揺らぎ、再生可能エネルギーの開発を推進するなど、エネルギー政策そのものが問い直されている。 さらに、アメリカや EU などの先進諸国との関係は成熟期に達しアジアニーズや ASEAN アア諸国に加えて中国やインドの経済発展も進み日本を取り巻く国際関係は大きく変わりつつあるこのような中で日本は世界の平和と人類の福祉の向上に貢献していくよう努力をしていかなければならない